春、大地から力強く芽を出すタケノコ。夏、太陽の日差しを浴びて大きく育つ赤じそ。日本には四季折々の自然が作り出す食材がたくさんあります。そんな季節の食材を使った手仕事を毎年欠かさず行っている人がいます。幼い頃から山里の自然に囲まれて育った料理研究家、大原千鶴さんです。その時期にしか手に入らない食材を少しでも長く楽しめるよう、さまざまな保存食に加工しています。次の美味しさに出会うまで1年待たんとあかんじゃないですか。その時期になったっていう季節を体いっぱいで感じるためにやってるような気がします。時間や手間を惜しまずに手をかけることが楽しみやなと思ってますね。手作りだからこその旬の美味しさを気軽に楽しむ大原流手仕事の技を1年にわたってシリーズでお届けします。大原千鶴の季節の優しい手仕事。シリーズでお届けしています季節の優しい手仕事、料理研究家の大原千鶴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大原さん、去年4月から始まったこのシリーズ、はい、もう12回目、はい、また春がやってきましたね。1年あっという間ですね、はい、この季節は大原さんにとってはどんな季節ですか？はい、そうですね、やっぱり芽吹きの時ですし、なんか気持ちもこうなんか前向きになりますし、うんうん、はい、ちょっとこう色目のあるものとかね、そういったものをいただきたい感じになりますよね、はいはい、今日の手仕事の食材も色が綺麗ですよね、はい、そうですね。いちごとレモンです。どちらも年中芽にする食材なんですけどね、いちごは、まあ、これから露地栽培のものが最盛期迎えますしね、レモンは国産のものが10月頃から収穫があるんですけども、最初ちょっと緑っぽいのが今もう黄色くなってね、ちょうど今ぐらいまでで楽しみがもうそろそろ終盤になると思いますし、はい、この時期を逃さずに手仕事していけたらなと思っています。はい、さあではいちごとレモンの手仕事はこちらです。前半はいちごのおやつ、まずはいちご煮です。ジャムほど煮詰めないで、フレッシュ感を大切にして、色も形も香りも生かすようにしています。なんかね、ちょっとさっと煮ただけっていう感じ、つぶつぶ感もしっかり残ります。はい、でいちご煮の煮汁を使ったいちごフレンチトーストもご紹介したいと思います。色鮮やかなフレンチトーストです。はい、そしてこちらはいちごアイス。いちごを潰して冷凍するだけで長く楽しむことができるんですよ。牛乳と合わせるといちごミルクにもなりますしね、はい、いろいろ活躍すると思います。そして後半はレモンの手仕事。最初はレモンカードです。レモンの酸味が効いたカスタードクリームのようなものになります。皮と果汁の両方を使っているので、レモンのフレッシュな香りがしっかり楽しめるんですよ。食べ方としてはね、はい、パンとかクラッカーにつけていただくのが一番簡単かと思います。そしてあとはレモンの皮を使ったレモン酒とレモンの実を使ったレモンシロップになります。レモンスカッシュはレモネードとしてご紹介させていただきたいと思います。さあ、まずはいちごの手仕事から教えていただきます。はい、いちご煮ですね。はい、じゃあこちらの方、いちごですね。小粒のものを使っていきたいと思います。500g、大体2パックぐらいかと思いますけども、これを洗っていくんですけれども、はい、まず、いちごはね、ヘタをつけたまま洗っていただきたいんです。はい、はい、そこはなんでですか？そうなんです。ヘタはね、いちごってすごく水分を吸いやすいものなので、はい、ヘタを切ってからだと、その切り口から水分が入るんですね。それで傷みやすくなってしまうんです。水分が入るとね。はいはい、ですから傷みにくいように、ヘタをつけたまま洗っていただくというのがまずポイントになります。はい。そしてざっと洗っていただきましたら、はい、こちらの方のヘタを取っていきたいと思います。はい、でなるべくね、水分
が取れた方がいいのでザルにあげて、あのヘタを切るときもちょっと水分がつかないようにね、というちょっとお気をつけていただきたいと思います。こうちょっとしたポイントで、こう、ね、気持ちが違ってくるんですね。はい、わざわざ拭くことはないですけども、はい、ちょっとこう水分を切るような気持ちで切っていただくということですね。はい、はい、でこちらの方にお鍋に全部ヘタを取ったものが入っています。はい、でこちらの方にお砂糖を入れていきたいと思います。お砂糖は 250g です。はい、いちごの半分ぐらいの量になりますね。はい、でこれをですね、このままだとちょっとまあすぐ火にかけると水分がなくて焦げついてしまうので、はい、お砂糖を全体にこうまぶしていきたいと思うんですね。はい、でいちごにこうしてちょっとお砂糖を絡めたまま、はい、1時間以上置いてください。はい、できれば時間があれば一晩ぐらい置いていただいても構いませんね。うん、でお砂糖の効果でいちごの中から水分が出て、でその水分を使うことによって水を入れなくてもそのまま炊いて、いちごの水分で炊くということですね。そうすると砂糖が焦げつかず傷みにくくなりますのでね。はい、はい、今日は1時間置いたものがこちらにあるんですけれども、はい、これを火にかけたものがこちらになります。はい、こんなに水分が出てくるんですね。出てくるんですね。これ水足してないんですよね。足してないんです。で最初お砂糖がまだ全部溶けてません。で火にかけていくと、もともと出てきた水分とお砂糖でだんだんこう水分が上がってきますしね。でこの泡がどんどん出てくるんですけど、これはアクを少し取ってください。たくさん泡が出ますので、全部取るとね、美味しさも取ってしまうことになるので、お砂糖が入ってると泡がたくさん出ますけども、気になるところだけちょっと取っていただくというので構わないと思います。はい、でこの状態で沸いてきてアクを取ったら弱火にして5分から10分炊いていただきます。はい、5分から10分ぐらい、はい、そんなに長くなくていいんですね。目安としてはですね、いちごが炊けたという状態になればいいんです。それがこちらになりますね。はい、いちごが炊けたという状態、はい、こういうふうにいちごが煮えた感じになるの分かりますか。もうしっかり中まで火が通ってるなっていう形ですね。はい、ここまでいけば大丈夫です。でジャムにしようと思って水分をと飛ばそうと思ってどんどん炊くとフレッシュ感がなくなります。だからフレッシュ感楽しむために煮詰めすぎてないということが大切なことになります。はい、でこのようになったところに、今度ここにレモンを入れていきますね。レモン果汁です。レモン汁カップ4分の1です。はい、色が少し鮮やかになりますね。少し鮮やかになりますよね。で、酸味もしっかり足されて、お味もこれでバランスが取れますしね。で色も鮮やかになった状態です。で混ぜて火を止めていただきまして、これで出来上がりになります。はい、では盛り付けたものをご覧いただきましょう。はい、いちごに美味しそう、可愛らしいですね。お砂糖を加えてちょっと煮るだけで生よりずいぶん長持ちしますよね。形はしっかり残ったままなんですね。このままちょっといただくのもいいんですけども、パンとかマフィンにつけて召し上がっていただくのもいいです。あとこれは水切りしたヨーグルトを使ってそこに添えてるんですけど、それだけでいいデザートですね。あとこちらの方は紅茶ですね。お紅茶に入れていただくといちごの紅茶になるんですね。これもまた美味しいんですよ、香りがあってね。はい、煮たシロップもこうして使えるんですね。はい、でそのシロップを今度はこれはフレンチトーストにしています。はい、4センチぐらいの厚さに切ったフランスパンにいちごシロップを流し込みます。はい、たっぷり流し込んでいただいて、普通フレンチトーストで卵とか使いますけどね、これシロップだけです。はい、でパンがシロップを吸うように、まあ、加減していただきながら、こうして上下返して1時間以上置いてシロップをパンに染み込ませてください。はい、で次に表面加工のしてあるフライパンにバターを入れて溶かしていきます。溶けたらこのパンを入れてふっくらさせるために蓋をします。蓋をして中火で焼いていきます。はい、蓋をすることでふっくら仕上がるんですね。ふっくらします。で大体こう裏返してみて、ちょっと分かりにくいんですけど、うっすら焦げ目がつくぐらいね、にしていただいて、裏返してバターをまた足していきます。で今度はもう仕上げですので、蓋をせずにこんがり焼いていただいたらそれで完成になります。この赤いフレンチテントースト、ね、一体何だろうっていうところからね、見た目にも楽しいお料理ですね。はい、そうですね、ホイップクリームを足して添えていただいて召し上がっていただくと、バランスがとてもグッと素敵なデザートになると思います。はい、では材料表でおさらいしましょう。
いちご煮は煮詰めすぎないようにフレッシュ感を残すのがポイントでした。いちごを煮た汁をシロップとして活用することができます。煮汁だと冷蔵庫で2週間保存が可能です、はい、続いてはいちごアイスです。アイスといっても潰して冷凍するだけなので結構簡単にできるんですね。すごく簡単にできてしまうんですけど、はい、じゃあ作っていきたいと思いますね、はい、いちごこれ 250g になります。だいたい1パック分ぐらいになりますけども、さっきと同じように最初にヘタがついたまま洗って水気をよく切ってヘタを取ってこちらの方のボウルに入れてあります、はいはい、じゃあこれをマッシャーで潰していきますね、うん。どのぐらいまで潰せばいいですか？結構しっかり潰してもらった方がいいかなと思うんですけれども、はい、これ冷凍にして保存していくので、あんまり粒が残ってると、うん、あの水分がこう、なんていうんですかね、出てしまっていちごがふにゃふにゃするんですね、解凍した時に、はい、だからこうしっかり潰してあのお砂糖を後で入れるんですけれども、うん、あのお砂糖とイチゴをあのといちごのお汁がよく絡むようにしてもらう方が後がなんか美味しくできるような感じがしますね。このいちごの酸味と甘みのある香りが広がりますね。ね、本当。もうちょっと潰しとこうかな。はい、いい感じです。はい。はい。手仕事っていうのはこう香りの良さを楽しんだりする、ねね、のも多かったですね。すごくたっぷり使えるっていうか、あのこれをまた長く楽しんでまた出してこのその季節をまたもう一回楽しむのがまたね、あのいいかなと思います。じゃあこちらの方にお砂糖入れていきます、はい、お砂糖 50g です、はい、でこれを混ぜます、はい、やっぱりこう潰してお砂糖をまぶしてから冷凍した方がいいんですか？そうなんです。お砂糖があると凍りにくいじゃないですか、はい、ね、あの甘みが足されて美味しくなるっていうのもありますし、あとはこうカチカチに凍らないっていうことですね。それも大事なことだと思います。食感にも影響してくるんですね。そうなんですね、はい、でお砂糖が混ざりましたらこれを、はい、あの保存の袋に入れて冷凍していきますね、はい、今日は冷凍したものがあるんですが、はいはい、こちらになります。結構平べったく凍らせるんですね。そうなんですね、こうやって薄くねシート状にして凍らせていただくのが使い勝手がいいと思います、はい、っていうのはですね、はい、これをこう開けましてですね、ええ、このちょっと割り込みましてですね、シャーベットのような感じ、こうするとも、はい、こうして割ったまま子供さんがいつでも召し上がっていただけるこれはシャーベットになります。止まらなくなりそうですね、はい、これで完成になります。いちごアイス出来上がりです、はい、お口の中でね溶けた時にいちごの香りがすっごく広がるんですよ、はい、はい、もうなんか真っ赤ないちごをね長く楽しむ、本当に簡単ですけども、あのいいアイデアなんじゃないかなと思っています、はい、あとグラスにこのいちごアイスを入れていただいて牛乳を注いでよく混ぜるといちごミルクができるんですね、うんうん、おやつにはもちろんですけれども朝の目覚めの一杯ね、パンの時にちょっと横にいちごミルク、ね、こんなフレッシュなのがあったら楽しいんじゃないかなと思います。元気が出そうですね。さあ材料です。いちごは粗く潰してから砂糖をまぶして冷凍してください。いちごの、ね、美味しさを長く保つことができます。冷凍庫で 2,3 ヶ月保存が可能です、はい、シートにしておくとね、うん、もうあっという間になくなるんです。あれは確かにボキ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 、ね、ちょっとずつちょっとずつ美味しくいただけそうです、はい、さあ続いてはレモンのおやつ。まずはレモンカードです。さあ続いての手仕事は、はい、レモンですね。レモンが主役ですね、はい、レモンを2個使ってレモンカードを使います。はい、はい、じゃあ作っていきたいと思います、はい、まずこのレモンは皮の部分も使いますし、皮の方は先にねおろし金でこうしておろしていきますね。あ、もう香りが広がりますね。で前柚子の時もやりましたけども、はい、あの表面だけ削るようにしてください、はい、であの香りをねあのやっぱり逃がさないようにするために使う直前にこうしておろしていただくといいかなと思います、はい、ちょっとくるくる回しながらね、はい、2個分おろしてください。こんな感じですね、はい、これは2個分やっていただきます、はい、
で、あと中のレモンは半分に切って、こうして絞っていただいて、はい、果汁を 70ml 用意してください。だいたい1個でこれぐらいは取れると思いますのでね、はい、ご用意ください、はい、レモンの下ごしらえはこれでできました。そうですね、今度はお鍋ですね、はい、お鍋の方です。このお鍋にはですね、今バターが入ってるんです、ね、バターが 60g ですね、はい。でバターを2センチ角ぐらいに切って常温に戻しておきますね。そしてそれをお鍋に入れて、この湯煎にかけていくんですけれども、はい、後でレモン汁が入るのでお鍋の方はステンレスかホーローのお鍋を使っていただきたいと思います、はい。でこれで今こちらの方バターが入ってまして、バターが溶けましたら先ほどのレモンの皮のすりおろしたものと、はい、それからレモンのお汁を入れていきます。たっぷりでしょ、ね、これはバターと今レモンを合わせているんですね。でこれを合わせて混ぜましたら、ここにお砂糖を入れていきます。はい、お砂糖は何回かに分けて入れた方がいいですね。そうですね、お砂糖が溶ければいいんですけれども、1回に入れるよりもちょっと 2,3 回に分けてもらった方が溶けやすいかなと思います、はい、お砂糖は 100g を何度かに分けて溶かしていきます、はい、でもう1回、じゃあこのぐらいですね。レモンもたっぷり入りましたし ね、はい、うん、ね、レモンってそんなにこうたくさんね、そうそう、いただく機会は少ないですけども、ね、はい、これを作れるとそうなんです、ね、レモンたくさんいただけそうですね。もう果汁もたっぷり使いますし、やっぱり皮が入らないと香りってなかなかつかないんですね、うん、はい。お砂糖が溶けたなと思いましたら、こちらの方に今度は卵を入れていただくんですね、はい、はい。卵は溶き卵にしてこしといてください、はい、で卵自体は常温に、ね、したものです。でこれを一気に入れます、はい、卵は2個です。はい、溶いてザルでこしたもの、はい。白身のね、硬いとことかが入るとどうしても滑らかに出来上がりにくいので、ちゃんとちょっとここはこしていただきたいと思います。はい、先ほどからこう弱火でずっと混ぜ続けてるんですけれども、ね、温度があまり上がってもダメなんですよね。そうなんです、今卵が入って、まあ、言ったらカスタードクリームみたいにとろっと仕上げたいんですけれども、はい、卵ですので温度が高いとこうもろもろっとしてくるんですね。だから滑らかに仕上げるためには、この湯煎の温度を60度から70度ぐらいに保って、うん、ふんわりと火を通すということが大切になってきます、はい。で温度が上がりすぎてちょっともろっとしてきたなと思ったら、こんなお鍋からこうして湯煎から外していただいて混ぜていただく、はい、でまたつけていただく、これを繰り返して、うん、だいたいとろみがつくまで5分ぐらいかな、ヘラで混ぜながらちょっとこうお卵に火を通してもらって、とろみをつけていっていただきたいんですね、はい、だんだんとろみがついてくるんですね。そうなんですね、またシャバシャバしてますけれどもね、これをだいたい5分ぐらい混ぜますと、はい、こちらの方にありますように、はい、隣にクリーム状になってる。そうなんです、もうこんな風になるんですね、ほら、うん、ね、もうこうしてヘラでこう書いてもらうと鍋の底が見える、はい、このぐらいになるまでやっていただきたいんですね、うん、これ色味もこうレモンよりちょっと強い黄身が出て、黄身が綺麗ですね。卵とレモンの黄色い色で、黄色い色ってなんか春っぽくていいですよね、はいはい、確かに、はい、元気も出ますね。そうですね、うん、じゃあこんな感じでもういいかなと思います、はいはい。じゃあ火を止めましたね。ちょっとお味見してみますか。いいですか。美味しいわよ。すごく楽しみです。だってこれが家で作れると思っていなかったので、はい、いただきます。どうぞ。美味しい、幸せ。美味しいでしょ。美味しいですね。私も好きなんですよ。下に乗っかった時はとろんと甘みが広がるんですけど、はい、うん、飲み込んだ後この爽やかなレモンの香り、すごいね。酸っぱいけども甘くてコクがあるという、ね、うん、甘い酸っぱい、はい、甘い酸っぱい、もうずっと止まらなくなりそうです。レモンカード出来上がり、こちらです、はい、レモンの香りや酸味にバターのコク、卵のね美味しさが加わっているので、とっても美味しくできていると思います。このままでも美味しいですけれども、そうですね、こんな風にパンやクッキーとか、あとクラッカーなんかにつけて召し上がっていただくのが一番簡単かと思いますけれどもね。あとおすすめなのが、実はクリームチ
ーズ、うん、これにこれあのレモンカードかけるだけでねいいデザートになるんですよ。デザートにちょっとワインなんかに、はい、そうですね、はい、レモンカード材料です。レモンの皮は使う直前にすりおろして使います。湯煎の温度を60度から70度に保って滑らかに仕上げるのがポイントです。冷蔵庫で1ヶ月保存が可能です。さあここからはレモンを使った飲み物、まずはレモン酒です。レモンの皮だけを使っていきますね。このようにピーラーを使うと黄色いところだけ薄く剥けます。全体を剥いたら皮を保存容器に入れてウォッカを入れます。で常温のまま 4,5 日置いておきます。そうするとレモンの皮の色と香りがウォッカに移っていくんですね、はいはい、でこれをこしていきますね、はい、これ結構黄色が出てますね。出てます出てます。そちらの方にお砂糖とお水を中火にかけてお砂糖を溶かして粗熱を取ったシロップを作っていくんですね、はいはい、でこのシロップと先ほどこしたウォッカそれを足すんです。合わせていきます。それで出来上がりになります。なんて綺麗な色なんでしょう。これを入れてね、はい、あの召し上がっていただくといいと思いますけど炭酸なんかで割っていただいてもいいですね、はい、そして今度はレモンシロップです。先ほどレモン酒を作った時に残った実の部分を今度は使います。このように7ミリから1センチほどの輪切りにしてください。それを保存容器に入れましてですね、上から蜂蜜をちょっとたっぷり入れていきますね。で時々レモン全体に蜂蜜が何でもいいように混ぜて1時間ぐらいでいいんです。置いていただきますね、はい、レモンから水分が出てちょっとサラッとした感じになってくるんです、はい、これでシロップは完成です。あ、簡単ですね。そうなんですね。このレモンシロップはどんな感じで使うんですか、はい、そうですね、まあ、グラスに入れて、レモンスカッシュにしたりとかもあるんですけれども今こちらの方ですね、はい、シロップと炭酸水そして入ってたレモンですね、はい、一緒に入ってたレモンを入れてレモンスカッシュ作ってます、うん、自家製レモンスカッシュ美味しそうですね。あとレモネードやあのお魚焼いた時なんかに一緒に上に乗せて焼かれたりすると、はい、このレモンの甘みと酸味とでとても美味しいムニエルなんかに乗せていただくのもいいと思いますよ。なるほど、はい、さあ材料表でおさらいです。レモンの皮を使ったレモン酒そして実を使ったレモンシロップ、どちらもレモンの鮮やかな色と香りを楽しむことができます。レモン酒は冷蔵庫で半年間、レモンシロップは冷蔵庫で1週間保存が可能です。はい、今日はレモンとイチゴの手仕事を教えていただきました。はいはい、可愛かったですね。そうですね。とっても爽やかな香りが ね、はい、ねしました。はい、季節の手仕事1年間ね、かけてやってきましたけど。そうなんですよね、はい、今日最後になってね。ねえ、この1年間、どんな1年でしたか？そうですよね、やっぱりね、まあ、その時々の気候をね、そういったものを使わないと手仕事ってうまくいかないっていうことで、あの日本のこんなにこういい四季があるっていうことも痛感させてもらいましたし、うん、でまあ作ってるのをご覧になった方があれ作ったわよとかよく声をかけてくださるんですね、はい、そういうのを見ると言っていただくと本当になんか皆さんがこう生活を楽しんでいただいてるんだなと思うのがそれがすごく嬉しかったですね、はい、そう実は私もね、うん、先日7月に教えていただいた赤しそのジュース、うんはいはいはい、家族にあれが飲みたいって言われたんですけれども、はい、普段ってこう食べたいものをすべてすぐに出せるような、ねうん、食材手に入りやすくなってますけれども、うん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 、あれは7月まで待ってねってその待ち楽しみみたいなものも、ね、教えていただいたなと思います。それを作ることによってその季節がまたやってきたっていうことが感じられる、それもまた贅沢なことかなと思いますよね、はいはい、さあ今日教えていただいたお料理のレシピや作り方は今日の料理3月号にも載っています。どうぞ参考になさってください。さあそして大原さんにはこの後4月からは、はい、今度はお魚を使った気軽に楽しむコツを教えていただく、はい、そうなんです。お魚もなかなか皆さんハードルが高いかなと思うので私なりの解釈でとても簡単に、はい、で皆さんがあこれならできると思うようなのをもっとまたね、はい、お伝えしていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします、はい、さあこの1年手仕事いろいろ教えていただいてありがとうございました、はい